同じ量をすり切って一番初めのお水は最も水分を吸い込みます。浄水を使って、なるほど、最初の水はよく吸うから浄水、きれいな水じゃないとダメってことですね。仕事に当てはめれば、お米は俺、浄水は上司に当たるということでしょうか。浄水だけに、それはつまり1年目の上司は非常に大事であるということでしょうか。でもよく考えたら俺はお米じゃないんです。大事なのは最初の上司ではなく自分自身じゃないんでしょうか。そうですよね、清水さん。10回ぐらい回したら水を流します。その後水を入れていただいて、水流の中でお米を泳がしてあげるような感じで10回2回繰り返します。お釜に移します。余計な水分はいらない加水を行います。今回2号です。目盛りを見るときに常に一定の角度で見るようにですよね。常に一定の角度で見ないと毎回水の量が変わってしまいますもんね。仕事に当てはめれば常に同じ目線で見なければ一定の成果は得られないということですか。でも僕は炊飯器じゃないんですよ。仕事はいろんな角度から見る必要があるんじゃないんですか。例えば班長から仕事の指示があった場合、その背景や期限、成果物の完成度、解決策として全然別のアプローチがあるんじゃないかとか、いろんな角度から考えなければいけないんじゃないんですか。そうですよね、清水さん。炊飯をスタート。内蓋に残った水分、このように余計な水分を取っていただくってことを気にしていただけると、そうそう、内蓋についた余分な水分は取らないとびちゃびちゃになっちゃいますよね。余分なものはいらないですよ。仕事に当てはめれば自分の仕事に特化するということ、つまり専門性を高めることが大事ということでしょうか。でもよく考えたら俺は内蓋じゃないんです。自分と関係のない仕事こそ役に立つんじゃないんでしょうか。特にここ農林水産省のような官庁では数年に1回異動があります。専門性が大事なのか汎用性が大事なのか、これはキャリアプランの永遠のテーマであるスペシャリストになるべきかジェネラリストになるべきかとか、そういう類の大きな問題提起をしているということでしょうか。清水さん。オーガニックジャズ。